日本共産党のプール撮影会規制に、青ちゃんぺさんが指導。グラビア、AV の子集めて、水着で都内歩き回るぞ。6月18日結婚予定です。ガネットで話題。内容はこちら。日本共産党のプール撮影会規制に、青ちゃんぺさんが動いたようです。では、青ちゃんぺさんのツイートより内容を見てみましょう。青ちゃんぺ。そっち派の人お得意のパレードやったろか。グラビア、AV の子集めて、水着で都内歩き回るぞ。6月18日結婚予定です。月曜日に渋谷区に道路使用許可を取り、アフターパーティーの箱を押さえ次第カンパ乗ります。集まったカンパでアフターパーティーも交流会します。参加したい方は、一時的にでもフォローして情報を待ってください。名目は、職業差別撲滅、職業選択の自由です。アフターパーティーは、彼女たちの仕事や人柄を知ってもらい、支持者を増やす目的です。アフターパーティーに参加できる女の子は、私による ID チェックを行った人のみです。未成年者は、パレード参加は OK ですが、アフターパーティーには入れません。アフターパーティーは、水着やコスプレ、好きな服装で OK です。パレードでは、お尻出すのが軽犯罪になる可能性がありますので、下はスカートかショーパンの着用を義務付けます。グラビア、モデル、コスプレ、アイドル、エトセトラ。明日は自分たちの仕事を潰されますよ。今こそ声を上げましょう。アフターパーティーの撮影は、可愛く撮ってほしいので許可制。パレードは、ライブ配信やその他撮影自由です。メディア大歓迎。窓口は私です。もちろん、盗撮や痴漢は、即刻警察に突き出します。ちなみに、バックはいません。どの政党の方とも一切関係ありませんので、このパレードを乗っ取ろうとする大人が出てきても、私とは無関係ですので、しかとしといてください。青ちゃんぺさんの女性を守る行動、めちゃめちゃ応援します。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。その行動力に感服です。行動力の怪物、括弧笑い。行動力すご、うるさい BBA に負けるな。いや、やるな。尊敬するわ、マジで。素晴らしい。何かしらの形で応援したいです。素敵なアイデアだと思います。クラファンでも何でもご協力させてください。クラファンなら支援する。行動力とインフルエンサーたちの動員力凄まじいな。すごいことになりそう。この素晴らしい動きをみんなで支え応援しましょう。次はこちら。ウィルへの寄稿を読んだけど、地に足のついたしっかりした女性ですよ。本当に。そしてこの行動力。本当にすごいです。素晴らしい行動力に段取る速さ。青ちゃんのこのふっかるさをお偉いさん方にも見習ってほしいですね。マジョリティのデモも大切ですよね。いつまでも黙ってると思うのよという姿勢は大切だと思います。めちゃくちゃかっこええ。最後は共産党本部前でシュプレヒコールを。日本の政治家は青ちゃんぺさんの行動力を見習うべきですよ。次はこちら。今回の件は業界として、女性として、はっきりノーを、例の政治活動家たちに突きつけた方が良いと考えます。性の商品化と言いますが、これは、性を清掃の具とする卑劣な行動なので。職業差別の撲滅、職業選択の自由って、ほんとその通りやわ。共産党は、差別と人権の侵害をするな。それくらいやらないと、この変な流れは変わらないかもしれませんね。最近いろいろとおかしいですわ。盛り上がりそうだし、たまには他人の痛みを冒頭の奴らにも共有してあげないとね、かっこ笑い。女性の権利や活躍の場を奪う昨今の風潮を、真っ当な国民で払拭しなければなりません。最後はこちら。コスプレイヤーでも参加したいです。撮影班で参加します。参加したいです。第支給企画、よろしくお願いします、わらわらわら。その際、新、選挙ギャルズの旗を掲げましょう。
イベントの大成功をお祈りしてます。ゴージャスなパレードになりそうですね。楽しみです。晴れれば良き。お天気になるといいね。てるてる坊主連れします。必ず晴れると思います。お天道様は味方してくれるはずです。結論。日本共産党の表現規制に対する対抗策として、青ちゃんぺさんが考案した、グラビア、モデル、コスプレ、AV の子たちによる渋谷パレード。このパレードは、異常思想の議員に、これ以上女性たちの仕事を潰させない、という意思表示が込められたパレードです。リプラインを見ると、すでに多くのモデルやコスプレイヤーが参加の意思を示しており、資金面でも支援表明する人が多数見受けられます。このパレードは、大いに盛り上がること間違いなしでしょう。真っ当な国民による真っ当な行動により、権力を乱用する議員の暴走を止めましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。